あ、どっち？あっちか。ダイヤモンド戦い、今日終わり。これ以上進めない。か。油断せずに、森で、ブルメンで行くか。天井の水パーティーの。セルも投入すると投入しよう。攻撃力を投入。レンジャーが少ないが、火の人はイラだから、斜めだから外すことができる。水のヒーラーの星五くんは取れてない。取れてないという、ずっと取れてないという。星六ではないんだけど取れてない。まあでもさっきパーティーでもいけると思うんだけどね。さすがに、俺レベルマックスでも無理な設計してたら、発狂すると思うわ。やってる人たち発狂すると思うから多分、そこまで無理な設計にはしてないと思うわ。うん。まあ、水とか森なら任しとけって感じの。うん。今日雷来たらやばいけど。今すぐここにサインを。フランク、狩りの時間ですよ。山猫は眠れないの。まあ勝手に遠距離でも仕事してくれてるからいいか。勝手に遠距離でも仕事してくれてるしね。全然進めないけど、あ、全然が用意はできています。今すぐここにサインを。フランク、狩りの時間ですよ。山猫は眠れないの。フリージングポイント。お待ちしております。動画とかはイベントのあれで会社と撮ってたりしたからね。アズールとか撮ってんの見せたかな。勝手にやってた時のあれはね、多分全然進めねえまま終わりそうだけど、これ。けど、使ってよかったーっていう。ああ、やっと。成立ですね。今すぐここにサインを。フランク、狩りの時間ですよ。山猫は眠れないの。フリージングポイント。いちいち聞かないで。
やばい、間に合った。あ、まあいいや。まあいいや、勝てると思うからいいけど。接戦だったら大きなミスだった。勝てるからいいけど。遠距離いるから、チェンジャー使わないで進めなくてもなんとかなる。あ、できた。青い道。なんか倒した感じはしないけど倒した感じはしないけど倒したよ。直接近づいて倒した感はゼロだけど、これはこれの戦い方だからね。うん、まあ12勝まであとで余裕見て、新しいっていうか衣装みたいな子になってる、このアイスってこの新バージョン開封ですな。あれもう9気持ちよく終わり、通りすらなしっていう良い終わり方を。